どうも皆さんこんにちは、白滝でございます。ということで今回も大聖巨人軍を復活させる物語やっていきたいと思います。はい、ということで現在10月15日阪神戦、いやということでね、クライマックスシリーズファイナルステージの後編、いや前回の動画で2勝2敗と、五分五分にしたんですけれども、まあどうだろう、こっからね裏ローテなんですよね巨人はね。はい、まあ相手もそうなんだけれども、畠さんと田口さん、畠さん体力回復してないじゃん回復いいだから、これはあれかな、戸郷さんと交代かな、ね、戸郷さんもねノリノリじゃない、スランプから回復したからね、ノリノリだったら1軍に置かなきゃダメだよね。はい、まあ、そんなわけでね、もう田中将大さんとね高橋優希さんがねあと 2,3 試合使えないというのはでかいですね。まあ相手はね確かここから高橋遥人さんと藤浪さんですからね。いやーやっぱレベル高いね阪神の投手陣は。まあということでねやっていきましょうか。はい、でとりあえず今日は、どんな感じでやるんだっけ、もうメンバーは前回見たからいいですね。はい、じっくりとねメンバーを見たい方はあの前回の動画あの概要欄に貼ってあるのでそちらの方からねご覧ください。はい、ということで、今回はとりあえずねどちらかが大手にかかるまで、高速試合でどちらかが大手になった状態で監督試合、そんな感じです。はい、まあなのでどうでしょうね、巨人が王手をかけた状態で監督試合やりたいんですけどどうだろうか。さあ戸郷さん対高橋遥人さんです。さあということで阪神タイガース対読売ジャイアンツ第4戦やっていきましょう。現在2勝2敗さあどうでしょうか。さあ戸郷、まあ頑張ったよな、まあでも次の試合まだここから2連勝すればいいわけですからね。いやー、うわ中谷さんに打たれたか、厳しいな。高橋遥人さんから5安打とかも結構やるべきことはやった気がするんだけどな、まあ仕方ない、巨人は遥人さん打てないからね。もみあげこんなすごかったっけこの遥人さん。さあということでね2勝3敗で迎えた、第5戦、ここで負けたら終わりですからね。ここで勝ったらマー君さんに回るかもしれない。うん、でもこれマー君さん体力回復間に合わなくね、これ多分高橋由紀さんかな、マー君さん多分厳しいな、この体力だとね、この体力っていうか能力表示しても意味ないや、この黄色だと意味ない気がする。さあそして、ピッチャー中継ぎも全然だな、沢村さん沼田さんが不調で、宮國さん、あ不調じゃない、体力なくて宮國さんとデラロサさんが不調で、ギャレットはどっちもない、やばいな、実質使えるの太田さんと鍵谷さんと中川さんじゃん。田口さん7回投げ切ろう7回なんあかんだもう7回投げ切るしか道はないね。さあ頑張りましょう、相手藤波さん。さあ阪神タイガースと読売ジャイアンツ、相手は藤波さんですね。藤波さんと対戦した回ね2回ぐらいあったけど、1回目は打ち崩したんだけどでも負けたんだよね、打ち崩してね。で2回目は延長まで無失点で抑えられてね、あんま藤波さんにこのシリーズ内でいい思い出ないですね。頑張りましょう、でも不調だから、不調ってことは赤徳いっぱいあるはずだから、いけるいける。あの絶好調だったんだよね前回、あの完璧に抑えられた時ね、絶好調の藤浪さんってもうもはや無敵じゃん状態だから、走るか、クイック遅いし、はい OK、 いいね、勝たせてもらうぜ、引っ張り、昔なら送りバントだったかもしれないが俺は打たせる、でもこれどうせ流しちゃうんですよね、分かるよ俺には。あバント警戒してる、パワープロってこういう時絶対流すからね、流しのショートフライとか打つから、見ててみ、俺はもう当てるから、毎回そんな場面しか見てない、このノーアウト二塁とかで引っ張りすけをした場合、マジ三振じゃねえかさあどうするか、フルスイング、いつも通りフルスイングだね、叩き込め、抜けろ、オッケーナイス。さあ一三塁のチャンス、でもこれ併殺持ちの岡本さんなんですよね、怖いな、坂本さん足速いんだけど盗塁いいなんですよ、集中使うか。さあ流し打ち持ちなので流し打ちでいきましょう、来た、抜けろ、はいオッケー先生、いいねオッケーオッケー。さあ日本シリーズへまだ諦めない我が巨人軍ね、てかなんで巨人軍って言うんだろうね、ジャイアンツだけだよね、中日軍とか言わないもんね、ね楽天軍とか言わないもんね。さあビーダーさん警察持ちで見ていけたな、およかった、オッケー、いいね、併殺持ちだから怖いよ、一歩間違えたら併殺だもんな、セカンドゲッツーコース。さあ大城さんもう集中使っちゃう、もう使い切るわ攻める、もう初回に全部使い切る、来た、再当たってる、この回めっちゃ再当ててね、よっしゃオッケー、各駅停車打線だこれぞ各駅停車打線ですね、
いいね、集中使い果たした回が一発勝負。もう佐竹さん、ここホームランでいいんじゃないですか。あんま打ったところ見たことないけど、あでも前回の動画でツーベース打ったね、佐竹。マジで佐竹さん、あんま信用してない。おお佐竹、俺は信じてた。サードいけないのか、それ。まあいいや。さあ、4点先制、いいね。阪神はまだ余裕あるけど、こっちはもう余裕ないんだよね。負けたら終わりだから、阪神まだ1回負けていいわけだからね。センター返し閉鎖な気がするけど、でもレベル4なのこれだけだし、まあ三振ならまあ、初っ端から田口さんに回ってくるとは。もう見て池がもうレベル1になっちゃう。おナイス5点目、藤浪さん攻略へ。シーズンでこれやってほしかった。シーズンで藤浪さんからこれやったら逆転優勝あったの。中州打ち、振っちゃうのそれ。うわまあ OK。 さあ勝ちたいですね。あ田口さん頼んだ。あウィーラー重いぞ。あーよかった、ウィーラーさん甲子園で守らせるの絶対やばいわ。パープロのウィーラーさんやばいもん。つか衰えてるしね、もう3年経ってるわけだから、ゲーム内だと。はい OK。 さあ外角勝負、 V スラで行こう。おースクリュー、ピッチャー、またピッチャーライナーかと思ったらピッチャー取らなかったね。もうあと2人、もう中継ぎ使い果たさせようぜ。次の試合に持ってこいれば、現実なら無理やりでももう3イニングぐらい投げさせそうだよね。だってもうあと1回負けていいわけだし。さあキャップ頼む。ナイバッチ、いいね、調子いいな。さあ岡本さん、おお、いったんじゃない。いったすげえ。いやーすごいわ、もうなんだこの試合は。7対0。なんかちょっと前の藤波さん、現実でもこんな試合展開なかったっけか。サフルスイング、アトリーから打って、だからシーズンでやれそれ。アトリーも藤浪もめっちゃ攻略に苦労したからね。お惜しい。それシーズンでやってたらさ、あれだよ、田中将大さん勝ちあと1つ増えたし、優勝できたかもしれない。しかもこの試合勝ってもまだもう1試合あるわけだからね。さあ熊谷さんね、前回熊谷の子さんのこと熊谷だと思ってましたからね、やばかった。これは無理だ。さあヒット10本すごい。ここから冷めた試合展開になりそうでやだな。いやマジでやばいわ、お祭りお祭りって感じ。はい V スライダーいいね。中谷さんこの成績で5番なんだもんな。毎回思うけど、パープロ特有のたまによくある変なあれだよね。たまによくあるっていうのおかしいか、言葉としておかしいの、たまによくある。さあマルテ5番じゃダメなのか。よし、違うさ、なんか前ちょっと前のコメントで書かれたんだけど、外野フォーメーションですねって書か、フォーメーションじゃ、ファイヤーフォーメーションですねって書かれたんだけど、ね、守備 E と守備 F がレフトライトにいるからね。しかも総力 F か両方。でセンターの重信さんもうますぎるわけ、補給 F。 外野マジでファイヤーだからな。立ち直ったか、アトリ。あこの回は初めての無得点イニングかな。まあ取りすぎたもんね。セーフティーバントでいこう。サード側に転がそう、毎回ピッチャー側に転がすからね、この人たち。おお、まあ、あった。OK! 監督試合の、ね、バントすると、ね、キャッチャー動き遅くなるんですよね。センター返し。走ってもよかったな。あ、でも盗塁警戒してるから、まあいいか。あー、この回似たような打球ばっかじゃん。もう観客すげえ悲しい顔してるよ。あ、笑った。田口さんも完封とは言わない。完、あこれはあれでしたね、フラグでしたね。完封つった瞬間確定、あっちってマジかよ。大山さんすごい場面で打ったね。 OK、 まあ1本打たれたぐらい大丈夫、確定、あっちって珍しいな、あんま見ない。アトリーまだ行く、打ち方めっちゃ打ちそうじゃん、アトリー。オッケー、なんかバースみたいな、クロマティとかバースみたいな、そんな。オッケ
いやまあまあまあ3回までいいんじゃないですかね。さあ右バッターが続きますよ、左ピッチャーから。ここで1点欲しいな。菅野さん3打席連続ヒット来い。はい来た、まあ、3打席連続ホームラン打ったわけだから3連打席連続ヒットぐらいはもうたやすいでしょう。さあ問題は岡本さんだ、併殺持ちなんだよな。うわー、およし、おーすごい飛んだ。オッケー、マルテさんすごい飛んでたよね。おー杉浦さん来た、一発勝負、併殺しそう、取られた分は取り返そう。まあ三振ならまだいい方よ。落ちろ落ちろ、よし OK、 帰ってこい。あー来ないか、あんま攻め、あんま叩き勝負しないよな。これ帰ってきたらセーフだったんじゃ。佐竹頼む、はい佐竹、はい佐竹、はい佐竹、保ったら阪神の守備阪神の守備すげえ、あのネタ枠佐竹 VS 阪神の守備の、ね、戦いが勃発しましたね。レベル高えな、おい。あーいい球だ、杉浦さんやっぱいいピッチャーだな。さあ阪神111で並んでますね。得点ヒットエラーだ。なんか DeNA 戦思い出すな、まあ、DeNA 戦こう追撃の点なかったけどさ、あのパットンさんが投げた試合序盤だけ取りまくって、あのあと全然点取らなかったよね。あそこで取ってたら多分野手登板もあったんだろうな。 DeNA 野手登板っていわゆるその配線処理の人がさ、なんか最後さもう足らなくなった時にやるやつであってさ、結局あの時は計算通りにみんな抑えちゃったからね。だからあそこでもう一押し誰か配線処理が打たれないと野手登板の機会はなかったわけだね。見ていけ、お田口さんバッティングいいな。さあセーフティーバント行こうか2打席連続暗黙、あーそれはサード強すぎる、暗黙の了解なんて知らない。何点差だろうが走る、センター返し、まあ3本か。まあ正直言って坂本さんあたりから出ないと点取れないしな。さあ田口さんまだ体力が黄色ではない、素晴らしいですか、一発勝負使わないんじゃないって。 OK、 次あたりで使ってきそう、まあ打たまあ、ホームラン打たれたぐらいじゃもう大丈夫大丈夫。あ使わないの、満帆だよ、なんか俺みたいに使わないですね。ああ打たれた、これ使うのかな、一発勝負。よし、あれ2打席連続ホームランみたいな展開にはならなかったね。よかったよかった。ここで使うんだ、熊谷さんで使うんだ。 OK ナイスクリュー、すごいコース振ったな。いいね、走れ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 。あーやっぱ流し打ちでよかったかな。さあ岡本さん、今日は3安打猛打賞、ナイバッチーね。普通にヒット出るから楽しいね、この試合はね。ウィラー、さあ 2打席連続一発勝負、さっき三振でしたけどどうでしょう、頼むよ。あウィラーさんとか2打席連続で外し、あの一発勝負を無駄にしてしまった男ですね。まあ仕方ない。さあということでね、ポジション変えてね、レフトに石川さん入れました。さあ頼むぞ、OK、 ピッチャー取らないんだね、その球ピッチャー取らねえんだって思っちゃった。さあ田口さん自慢の V スラで、あストレートだった、これはピッチャーゴロだ、いいね。采配外しまくってるけど、まあ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 そんな日もあります。よし OK、 落ちろ落ちろ、オッケーナイドチー、おすげえピッチャー並みの叩き込め、佐竹期待してるよ。まあ佐竹はこんなもん、さっきは相手のエラーに助けられたけどゲッツーだったんだからな、あれ本当はさあセンター返し、まあ、ゲッツーでも仕方ないセンター返し、あーまあ三振多いな、なんかあと一皮二皮ね皮を剥けてくれたら嬉しいんですけどね。あーさあジェット風船ですが、こんなマイルほどの点差でもない気がするけどね。
ヤジ飛んでそうなレベルだよな。でも明日の試合だからな、結果として大事なのは。竹内さんもさすがにちょっと捉えられ始めてきたな。いけ、お、さあ監督、ここで何か仕掛けてくるでしょうか。第4球を投げました。現実であんなことやったらすごいわ。あらららら、ボールは中継、梅野ナイスバッティング。まあつっても続投だよな。あー出てきたよ、アンが。よし、ノースリーから、オッケーオッケーオッケー。まあまあオッケーオッケー。あ、二塁ランナーまでなら返していいから。さあここで勝負に出ました。一発勝負、投げました、打ちました、ピッチャー返し。ああ。センターからサードへ、タイガース1点返しました。まるでタイムリー。頼む竹内、頑張れ。なおもピンチが続きます。第4球を投げました、打ちました。よし、はい、大山さん、はい、4、6、はい、オッケー、ゲッツ。よくやった、大山さんをよく抑えた。はい、今4点台、完全に敗戦処理じゃん。外国人でこれいいのか。友達、うちのギャレットさんもあんま良くなかったんだよな今年。惜しい。いや、直樹さんどうだろう、 何がいいから。セーフティーバント、ちょっと面白さ、セーフティーバントでいこう。ファーニバルのあれ知らんけど、キャッチャーの前に転がすのが一番効率的にいいんですよ、この監督じゃ。 OK、 走るか、梅野さんと勝負。はい、オッケー。点差なんて知らない。そしてすぐに結界からの一発勝負。ここで勝負に出ます。第2球投げました。このボールも空振り。少し意識しすぎたか。さあどうだ。第4球を投げた。打った。ナイオチーね。破った。坂本、いいバッティングを見せました。さあどうするか。フルスイング。うわあ、はいはいはい。いい球すぎ。石川さん得意な左なのに。さあ田口さん続投ですね、まだいける。6点差だからな。田口さんめっちゃセンター方向にさ、いい当たり打たれまくるんだよねこの試合。おお、なんか代打にも3割バッターいっぱいいるな、すげえなこのチーム。でも中谷さんより高山さんの方がいいんじゃ。 OK、 ファーグラウンドキャッチしています。さあ原口さん、タイガー続けざまに代打を起用してきます。投げた、打ちました。お、取った、取らないと思って今すげえ。うわー、それ取られたらきついだろうな、バッターは。さあ森谷さんですね。あー、大城さんダメか。ランナーで出たらダイソー出そうかなと思ったけど、多分ダイソー出されたくないんだろうな、仕方ない。掴みました、これでワンアウト。こういうこともある。さあ佐竹さん、もうそろそろ打ってくれ。あー、マジで佐竹さん、こんなんばっかだな。マジ最初の打席は奇跡だな。取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッター覚醒した男、山下、ここまで4打席で打ちました。落ちろ、レフト前に出る、取ってアウト、3アウトチェンジ。タイガース、この回さあ田口さん、最終回も行こう。こうなったら投げた、オーケー。いや、もうやっぱね、頑張ってほしいね。投げました、さあ、あと1人だ、まあ、これ使うよな、まあ、打たれても OK、ここは。はい、ということで、さあ、第5戦勝利、3勝3敗、さあ、第6戦で全ては決まります、まあ今日はまあ田口さんでしょう、サッカー監督、総理が B、B か、8点取ったのに B なのか、まあということで、次の試合、頑張っていきましょう。さあということでね、最終決戦、田中将大さん対西さんといきたいところなんですけれども、なスタミナまだ黄色なんだよ、全然回復してないスタミナが、やばい。さあ、となると高橋さんの方がいいのかな、ただ高橋さんの方がいいよなスタミナ的に。これあれか、なんか中継ぎとかに こっちの方ベンチ枠に入っちゃって、なんか中継ぎで投げさせられたとか、そんな展開か。これ体力の減り遅いよね、グレイナーとかと比べても。まあ、うん、まあ仕方ないか。まあそして打線はこのままかな。じゃあ高橋さんと西さん、うわー、西さん打ってる気しねえ。前回の動画でね、マー君さん完投したか、あ、完封したんだよね、西さんとの対決でね、1対0ってことで。さあ最終決戦3対3からレッツゴー。さあもつれにもつれましたね、頑張りましょう、頼むよ。よし、ああ頑張れ、ああ、試合終
甲子園で中に待っています。はい、歓喜の優勝です。まあ3勝4敗ということで勝てなかったけど仕方ないね、こういうこともあります。はい、まあということでね、まあ次回オフシーズンということで頑張りましょう。補強もね、ドラフトもということで、チャンネル登録と高評価してない方がいたらぜひとも押していってください。よろしくお願いいたします。そしてツイッターのリンク概要欄に貼ってあります。ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ではお疲れ様です。さようなら。じゃあね。優勝監督インタビューです。お伝えしてまいりましたクライマックスシリーズファイナルステージ。